はい、マノチエースよろしくお願いします。クロスキーパーズやっていきましょう。ギニューのイベントが追加されましたね。いやーガシャでさ、まあこれ DP 使うから俺にはもうどうしようもないことなんだけど、スーパーサイヤ人来たね。来ましたね。来週あたりこのプレミアムガシャの方でスーパーサイヤ人の悟空が来てほしいな。もう37枚あるんだよ。っていうかプレイヤーレベルが106までいったから今ガンガン上がるよね。レベルアップで AP 回復するから早いよね。よし行こう。まあ多分パパッとクリアできるんじゃないかなとは思うんだよね、このギニューのイベントも。まずはドドリアか。まあこの3人でいきましょう。で、ギニュー戦でギニューと誰でしたっけ、ザーボンかのクロスメモリーが手に入るらしいんだよね。もうこれは全然お任せでいって余裕でしょ。ギニューが即属性なんで多分ベジータが生きるんじゃないかなと思うんだよね。まあここは全然余裕でしたね。海王拳の悟空だ。ごめん全然ザーボンと嘘ついたわ。うわ海王拳の悟空だ。これは欲しいな。これは欲しい。うわ欲しいな。これでいけっかな。まあいこうか。何も持たずに突っ込みましょうか。とりあえずお任せプレイはやめて全力で倒しに行きましょう。ギニューとグルドなの ?2 人か。お任せだけやめましょう。弱いけども一人で突っ込んで勝てるかって言われたらまた微妙な気がしてくるな。まあ難しくはないステージはステージでしたね。で今日から究極クロスミッションが追加されてるここだよね。ステージにベリーハードをクリアしよう。まあこれは多分みんなやるから簡単にパパっていくとは思います。いやーそれにしても我がチームマノッチ優秀すぎますな。この Z のソウルがなかなか出ないんだよな。よし。まあ、終わりましょうか。まあ、義乳戦。はい。まあ、比較的余裕だったんじゃないでしょうか。海王拳の悟空欲しいね。持ってるから。っていうか、あれじゃないの ?Z ランクの海王拳悟空作れんじゃないのこれ。作れるんじゃない多分。ねえ。俺はソウルが欲しいかな。悟空につけたいね。理想を言えば2つぐらいつけたいね。よし。では、終わりましょうか。来週の月曜日に、ピッコロさんのイベントですね。楽しみですね。はい。では、終わりましょう。終わり。バイバイ。